人は誰しも自分の話を聞いてほしい、そして自分のことを理解してほしい、そんな風に考えています。ということは、自分のことに興味を持ってくれて、自分の話を一生懸命聞いてくれる人のことを大切にするっていう傾向につながっていきます。開運コミュニケーション講師、吉原亜美です。今日も見ていただいてありがとうございます。今日は一緒にいて楽しい人がやっている話の聞き方というものについてお伝えをしていこうと思います。人は誰しも自分の話を聞いてくれて、自分に興味を持ってくれて、自分のことに共感を持ってくれる、そんな人のことを大切にするという傾向があります。ということは、あなたがお相手の話に興味を持ち、丁寧に話を聞き、そして共感できる人であれば、お相手はあなたと一緒にいて楽しい、この人は大切にしようって、そんな風に思ってくれるということになっていきます。皆さんにお伺いしたいんですが、あなたは人の話を本気で聞いていますか？周りの人の話に興味を持っていますか？私は普段、開運コミュニケーション講師という話肩書きのもと、受講生に人と人とをつなげる、人が居心地のいい空間を作っていくためのコミュニケーションのマインドというものをお伝えしていておりますが、あなたは人の話に興味を持っていますかって皆さんに聞くと、はい、持ってますって言う割に、頭の中では違うことを考えていたり、話が長くなってくると、話長いよなーなーって思いながら、笑顔では一応聞いている、でも頭の中では違うことを考えているっていう方がとても多いんです。相手の興味がある話よりも、自分が興味があることを話してばっかりいるっていう人なんかも結構いらっしゃいます。でもちろん流暢にね、ナレーションのように、アナウンサーのように、話し家さんのように流暢に話ができれば、もちろん食いついてくるっていうこともあるかもしれないけど、そんなことよりも私たちがやった方がいいのは、話すことより聞くっていうことが大事なんですよね。いかに相手の話に関心を寄せ、相手の話に興味を持ち、相手の話に共感をするかっていうのがすごくポイントになってくるんじゃないかなって思っています。では、お相手の話に、私あなたの話興味持ってるよ、ちゃんと聞いてるよっていうことを伝える、そして共感してるよっていうことを分かっていただくためには、何が必要かっていうと、まずは顔、この顔の表情っていうところを意識してほしいんです。そして声の表情も大事かなと思います。3つ目は体全体の表情っていう、この3つの表情をマスターすれば、あなたはお相手にとって必ず大切な人、そして一緒にいたい人っていう風になっていきますので、3つの表情っていうものを今日は覚えてみてください。まず1つ目の顔の表情っていうところでいくと、人の話を聞いているときに、大体の方が真顔で聞いています。この YouTube を見てくださっている今のそのあなたの顔、真顔じゃないですか。もしくは口角がこうぐっと下がってしまって、への字口みたいな感じで聞いてしまっている、見てるっていう人もいるかもしれません。私が講座をさせていただくときも、まあ1対5とか1対10、20ってなっていて、数が増えていけばいくほど、皆さんの顔を見てると能面みたい、真顔な状態で埴輪みたいな顔して聞いてる方がほとんどなんです。でもその中で何人かの方は、笑顔で私が動くその姿を追いながら、笑顔でニコニコしながら話を聞いてくれるっていう人がいます。そういう人を見つけると、私も人間なので、真顔で聞いてる人よりは笑顔で聞いてくれてる人に向かって、そうだよね、ああだよねって話をしてしまう、そんなことが起こってきます。まず大事なのは、笑顔で聞いてニコニコしながら相手と目を合わせて話を聞くっていうところが大事なんじゃないかなって思っています。
そして2つ目、声の表情というものですが、お返事をするときに、うーん、そうなんだ、へーだけの方って結構いらっしゃるんです。まあ、もうちょっと上級者になると、その話されていることに対して質問を返すっていうことはできるかもしれない。でも声がワントーンであるっていう人が圧倒的に多いような気がします。声がワントーンである人が圧倒的に多いような気がします。声がワントーンである人が圧倒的に多いような気がします。違いわかりますか？声がワントーンである人が圧倒的に多い気がします。声がワントーンである人が圧倒的に多いような気がします。声、単語に少し抑揚をつけているだけなんですね。で、これは普段からご自身で会話をするときに意識をしていかないとマスターできないかもしれません。あなたが話してってなったときには、好きなことを喋ってるときって声が上ずったり、楽しそうに喋られたり、楽しそうに喋られたり、楽しそうに喋られたりしますよね。じゃあ、この楽しそうに喋っているその感覚で同じように返事をしていくだけ。なるほどね、なるほどね、そうなんだ、そうなんだ、だいぶ違うと思いません？声に抑揚をつけていくっていうその練習もしてみてください。そして3つ目が、体で表現するっていうところになります。割とね、1対1で喋っているとうなずくっていうことはよくできると思うし、体もそちらを向いてたり、手が少し動いたりっていうこともあると思うんですが、1対5とかになってくると、やっぱりね、周りの人が動いてない場合、なんか一人だけふんふんってうなずいてるのもちょっと違和感があったりとかして、もうずっとこうやって聞いてる方いらっしゃるんです。まだ真顔でこう動かずに聞かれていると、もう相手の人ってね、すっごい喋りにくくなるんですよね。せめて笑顔でって聞いてくれてたらまだしもなんです。でも、この笑顔で聞いてるところにうなずきが入る、うなずく、はあ、なるほどね、こういう手振り身振り、あ、わかるとか、そうだとか、そういうこの手振り身振りっていうのを一緒に入れていかれると、体で表現しているっていうことができるようになっていきます。これもじゃあ今日聞いたからって言って明日からじゃあやろうってなっても難しいと思うので、まずはうなずく、そして顔に手を当ててみるっていう感じ。または例えば笑う時とかも、私あんまりこうやって笑うのってね、ちょっと下品だと思っているんです、とか、あはははってこうやって笑ってる人いますけど、あんまりちょっとね、女性陣にはしていただきたくないなと思ってて、でもこの間すごく可愛い笑い方をされた人、可愛い喜び方をされた人がいて、私がお話ししたことに対してこうやってされてたの、可愛いって思ったの。だから、こうなんかちょっとこう小さな拍手を入れるとかっていうのはありかなって、そんな風に思います。さあ、今日は一緒にいて楽しい人がやっている聞き方というものについてお伝えをしてまいりました。ポイントは3つあります。まず1つ目が、お顔の表情を作って、表情は笑顔でニコニコしながら聞くというところ。そして2つ目が、声のトーン、声で表現をしていく。なるほどね、なるほどね、嬉しい、嬉しい、へえ、へえ。この声に抑揚をつけるだけで随分感情が伝わりやすくなっていきます。そして3つ目が、手振り身振り、もしくは難しかったらもううなずく、とにかくうなずくっていうことをやってみてください。そして体で表現をしていくっていうことをする。要は笑顔で聞いて、自分の感情を言葉に乗せて、身振り手振りを使って相手に伝える、そして相手にリアクションを返していくっていうことをしていかれると、
一緒にいて楽しい人の聞き方っていうものをマスターしていくことができるようになります。冒頭お伝えしましたが、人は自分の話に興味を持ってくれて、自分の話に共感をしてくれる人のことを大切にしたいと思うようになります。あなたがもし今誰からも大切にされてない、なんか人間関係うまくいかないって思ってる人がいたら、ぜひこの3つのポイントっていうものを練習してみてください。きっとあなたは真顔で話を聞き、微動だにせずに、下手したらここに芝を寄せて聞いてしまってたり、リアクションがワントーンであったり、一定のパターンだったりってしている可能性があります。まあ、あまりにもね、大げさすぎる、ふんふんふんとか大げさすぎるのはちょっと嘘くさくは感じるので、まずは笑顔になっていただいて、そして笑顔で相手の目を見ながらうなずく、時々は顔を触ってみる、そして少し喜んでみる、あすごいねとかってやっていただくと、お相手にはあなたの感情っていうのがしっかり伝わるんじゃないかなと思っています。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。吉原亜美のミューズチャンネルでは、再生リストの方に最速婚活マインド、そして絶対的強運体質になる方法、ラジオパーソナリティがお伝えする滑舌自主練、表現力の練習といったものを掲載していっております。チャンネル登録の方から再生リストを見ていただいて、あなたの毎日に取り入れていただけることがあれば吉原は嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。